なんせ。何今の音。あ、警報器が鳴り出したダス。何者かが侵入してきたかもしれないダス。気負ったな。なんだって、こんな夜中に活動しておるのじゃよ。本当だよ、寝かせてよ。まあ、相手はゾンビだすからね。あのゾンビ、追ってくるかのう。鉄の蓋は閉めてきたダス、おそらく大丈夫かと思うダスよ。ひとまず、ゾンビからは逃げられたようじゃな。そうみたいだね。ちょっと、下水道は寒いだすけど、今夜はここにいるしかないだすね。そうじゃのう。ああ、眠くなってきたなあ。うむ、わしも眠くなってきたのう。そうだすね、ここで休むとしますだすか。そうじゃな、寒いから固まって寝るのじゃ。制服に諸君らは選ばれた者たちである喜ぶがよい。皆の未来のためにここで3つのグループに分かれてもらう。すべては人類のため、この世界地球のためである。私からは以上だ。それではここに順番に一列に並べ、順に一人ずつ奥の部屋に入るのだ。よし、始めるのだ。M02EH と出ました。よし、カテゴリー室に連れて行け。ははぁ。おい、これはどういうことなんだよ。おい、おーい。よし、次のものを調べろ。M03H- と出ました。非常に優れた脳を持っていますが、思想が我々にとってマイナス。M03H カテゴリーでいいだろう。連れて行け。ははぁ。思想がマイナスですぞ。大丈夫でしょうか。私に考えがある。マザープログラムを使い、監視役として働いてもらう。なるほど。おや、生存者か。大丈夫ですか。は？助けてください。人々がいなくなり、私、一人ぼっちになってしまって、すごく、怖い。とにかく、安全を確保しなければいけませんね。どこか、いい場所があればいいのだが。私、いい場所を知っているわ。もし、現在も荒らされていなければ、とても安全な場所よ。おじさまも、一緒に行ってくれる。もちろん、その場所とは。それじゃあ、私に、ついてきて。こっちよ。あそこよ。ふむ、それじゃ、行ってみましょう。だいぶ、汚れた場所になったわ。まあ、ここなら、襲われる可能性も少ないだろう。
そうね、私、少しでも快適に過ごせるように、使えるものを探してみるわ。そうですか。それじゃあ私も手伝おう。おじさまは、内部を探して。私は、外を調べてくるわ。うん、それじゃ、そうしよう。年齢の高いものは、先が短い。特別な能力がない限り、M02H でよかろう。外部で彷徨っている人間ども、若年層は生かして回収する。わかりました。ああ、寝た。あ、おはようございますダス。おはよう。なんじゃ、まだ寝ておるのか。おい、起きろ。なんだか、ずーっと寝てられる感じ。ほう、そうか、じゃあ、ここでずーっと寝てろ。いや、それくらい疲れてるんだよ。まあ、こんなことになって、肉体も精神も疲れるのは仕方ないだす。だよね。ふん、根性が足らんのう。まあ、それでじゃな、いつまでも、この下水道にいるのもどうじゃろうかのう。そうだすね。以前、言いましたが、電気機器があるような場所に向かいたいだす。電気機器がある場所？電気機器とか、機械的なものがある場所だすね。まあ、わしには、よくわからんが、その場所を目指すとするかのう。そうだね。他に物資もあれば助かるしね。よし、そうと決まれば、行動するぞよ。確か、ゾンビが襲ってきた場所は、処理施設だっただす。地図からするとこの辺だから、もう少し行くと工場地帯があるはずだす。そこに向かいますだす。おう、了解じゃ。ラジャー。あっただす。あのはしごを登ると、おそらく目的地付近に出ると思いますだす。やったー。よし、向かうぞよ。無理の地上だ。そうじゃのう、日光浴もできるぞよ。大体、目的地付近だっただす。少し歩けば、工場地帯に行けますだす。よし、もう少し、頑張るのじゃ。今日は良い天気じゃのう。そうだね。天気がいいので、ドローンに気をつけなければだすね。あ、そうじゃった。ああ、そうだったね。おう、なんじゃ、あそこに人間がおるのではないか。本当だ。しかも、女性みたいだよ。生存者だすね。おい、お前さん、一人なのか。あ、はい、一人。とても寂しくて、怖い。それは、大変だったねー。あなたの両親は、行方不明だすか。あ、はい。父も母も、どこへ行ったのか、わかりません。とても心配です。そうじゃったのか。どうか、助けていただけないでしょうか。どうするかのう。一人じゃかわいそうじゃない。そうだすね。ひとまず、目的地までご一緒しますだすか。そうじゃのう。それじゃ、わしらと一緒に行こうかのう。あ、ありがとう。